ゴーラ公園西門ゴーラ公園は、神奈川県足柄下組箱根町にある箱根登山鉄道が運営する公園である。国の登録記念物。明治時代以降、首都圏南部の別荘地、秘書地として開発されていた箱根、ゴーラ地区に、主に家族など上流階級の新木、雇用施設として、1914年に開園された。当初は洋風庭園に隣接して、 和風庭園が設けられていたが、和風庭園は、その後、第二次世界大戦中に、世界急成教に条とされ、現在は、箱根美術館の庭園として残されている。戦後の1957年に、有料公園として、一般開放され、植物園、体験型工芸施設などが整備された。なお、公園側では、日本初のフランス式製型庭園と名打っているが、 フランス式庭園の形式で造成されているわけではない。噴水2001年11月には、白運動茶園にある、白運動が、田舎屋の席の先駆的な作例として、国の登録有形文化財に登録された。また、2013年8月には、ゴーラ公園が、明確な軸線に基づく、衣装、構成及び、ゴーラの地質を生かして、 多数の巨岩を用いる点は独特であり、造園文化の発展に寄与した意義深い事例である。として、国の登録記念物に登録された。大人550円、小学生以下無料、小田急電鉄系が販売する回遊券、箱根フリーパスを利用して、無料入場することができる。ありがとうございます。